高木駅は兵庫県三木市別所町公木にあった三木鉄道三木線の駅である。三木線が三木鉄道へ転換されてから開業した簡便な駅であった。この辺りの線路は番州鉄道の手によって1917年1月23日に開通しているが当初この駅は設置されていなかった。1930年12月20日には別所駅と三木駅の間に 高木新前駅が開業するが1943年6月1日に廃止され、三木鉄道転換後の1986年4月1日に、総スク駅、下石屋駅、西方田駅と共に当駅が開業した。短式ホーム一面一線のみを有する地上駅。ほぼ東西に走る線路の北側に、簡単なホームを添えただけの作りとなっている。 隣の三木駅とはわずか600メートルしか離れておらず、ホームの三木方には、三木駅の遠方信号機が立っていた。開業以来無事に駅で、駅舎はなく、ホームの上に短い上屋があるのみとなっていた。ホームの別所方の端から坂が降りており、駅から外部へはこれを使う。駅の別所方には高木第一踏切があるため、線路を越えて、南側に行くことができる。その他、 ホーム上には公衆電話が設置されていた三木市別所町公木にある駅。駅の北側には高木の町並みが広がっており、駅の南すぐのところを三木鉄道にほぼ並行する形で県道20号が走っている。南側の高い場所には朝日が丘団地があり、駅の東100メートルほどのところで県道から南側へ分岐する道を行くと到達できる。 当駅と隣の別所駅の間で、三木線の線路は国道175号の高架をくぐっている。三木線廃止後は高木停留所が設置され、新規バスの以下の路線が経由している。ありがとうございます。